現在低気圧の影響で広い範囲で雨が降っております。その低気圧が離れた後、今度は冬型気圧配置に変わりまして、日本海側は雪に変わる見込みです。こちらが天気図の流れですね。まず今日の午前3時の実況天気図になります。低気圧が九州付近にありました。これがだんだんと東の方に動いていきまして、今夜には関東の沖合に進みます。等圧線の間隔が狭く、また縦の方にこう並んでくるような状況でして、西日本から冬型気圧配置に変わっていきます。しかも明日もですね、等圧線縦に並んでおりまして、冬型気圧配置が続く見込みです。日本海側では雪の量の増加お気をつけください。でこの後の天気の移り変わりご覧いただきますと、しばらくはですね、この北陸や山陰など平地の方は雨で経過をします。ただ夜になってきますと寒気の方がだんだんと強まる見込みでして、平地の方の降水もですね、雨から雪に変わるエリアが増えていく見込みです。明日になってきますと、冬型とともに寒気もより強まってくる見込みでして、雪の降りやすい状況が日本海側広く続く見込みです。予想される雪の量をご覧いただきましょう。こちらが今夜9時から明日夜9時までに予想される雪の量です。最も多いところは東日本の日本海側ですね。山沿い中心に30センチ以上です。その他濃い青色のところ10センチから30センチというようなレベルの降り方が日本海側、これは特に北日本中心に出てきます。で西日本の日本海側についても、多いところでは山沿い10センチぐらいにはなる可能性がありますので、雪が広くまた強く降りそうです。路面状況の悪化などに十分お気をつけください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。